今川動画製作所。1970X 年、東京。おう、ファンド There was。 おお、結構あんじゃん。 OK? OK, OK! Sell this! See tomorrow! これだけありゃそこそこな金になるだろう。あいつらにも結構手間賃やれそうだな。あとはどこで売るかって話だが、お、祭りか。ちょうどいいや、あいつがいるだろう。ちょっとさ、こういうの本当はやめてほしいんだけど。いいだろ別に、ちょっと曲がりするだけだし。よくねっつの。うちのネタはお面だぜ。客はガキばっかなのに横でこんなん売られちゃう。子供連れてきた親が見るじゃんよ。だいたい敵屋が決まったネタ以外売るのはご法度なんすよ。知ってんだろうが。でもしげだったら多少は多めに見てもらえるだろう。なんだってこの辺りの島の大親分、しげつぐ会の跡継ぎなんだからよ。何度も言うけど、島じゃなくて庭場。ヤクザみたいに呼ぶのやめろっつうの。ま、そうそう、庭場。敵屋は庭場って言い方すんだよな。でもヤクザも敵屋も似たようなもんじゃねえの？何が違うんだよ。祀ってる神さん。は？ヤクザはアマテラス狼を祀るんだよ。けど俺らは神の王っていう神さんを祀ってる。ヤクザはもともとその成り立ちからして国粋主義の部分があり、杯ごとも神道の主神アマテラス大神の神棚の前で行われる。しかし敵屋は祀るのは神王という中国由来の医療農耕の神で、その理由としては神王の時代に物々交換などの市場が始められたからなど諸説ある。え、宗教的な話なん？一番大きい違いで言えばそう。あとはまあ、こっちは商品で物を扱うけど、ヤクザの商品は暴力だろ。あ、確かに。じゃあ風天のトラさんはヤクザじゃないんだ。トラさんはヤシ。見てんの？短歌バイかっこいいよな。見てる見てる。トラジロー我が道を行くの木の実なら、エロかったな。ほんとあんた女にしか興味ねえな。ま、ヤクザとヤシが違うのは分かったけどさ、でもシゲの親父さんが大物なのは変わんねえじゃん。この縁日もショバ割り、テイタ割りだっけ、屋台の配置決めるやつ、それやったのシゲの親父さんだろ。だったらちょっとくらい融通聞かせてくれてもよくない？よくねえよ。高校時代可愛がってやったじゃんよ。確かに先輩にはいろいろ遊んでもらったけど、逆に言えば大概の悪い遊びあんたから教わったからな。まあまあ、これ売れたら帰るからよ。こんなん7冊しかねえし、すぐ売れるって。はぁ、あ、勘弁してよ、マジで。ご商売中すみません。まんじゅう会のものです。本日は突然失礼いたします。親分が上のお座敷に一席いただくことになりましたので、ご挨拶に伺いました。こちら、詐称ですが、タバコ代にでもなさってください。あ、こりゃわざわざありがとうございます。どうもすみません。こちらの転びの方は？気にしないでください。滅び、三寸、つまり屋台を持たず、御座の上に商品を転がして売る露店。おい、今のはまんじゅう会って言ってたが。知ってんだろ、ヤクザっすよ。親分さんが来るからってわざわざ挨拶して回ってんだよ。今日は上の本殿でお神楽があって、そこにまんじゅう会も金出してっからな。ヤクザ来んのかよ。ちょ、おい、あんたまさかヤクザと揉めたりしたけど片付いたから終わったから大丈夫。ただ事務所遊びに来いって言われたのしかとしてっからさ。普通にリンチされるやつじゃねえか。そんな感じじゃなかったって。めっちゃかっこよかったんだよ幹部の人。ヤクザの幹部は大物ぶってて大概かっこいいんだよ。それ忍にも言われたんだよな。忍先輩も巻き込んでんの？最悪だ。忍先輩は何が良くてこんな男の面倒を見てんだよ。しげ、忍のこと好きだよな。俺の親説得してくれたし、そもそもかっけえじゃん。頭良くて、喧嘩強くて、金持ってて。じゃあ俺は？ただのアホ。ひどい！どんどん焼け！しけネタ使うんじゃねえぞ！まず10人前だ！揃ったから持ってけ！お？なんだか急にバタバタしてきたな。まんじゅう会の親分が来たから、どこもみんな上の桟敷に急いでネタ持ってくんだよ。神楽が始まるまでは普通に宴会やってるからな。うわ、めんどくさ。なんだこりゃ、この辺の敵屋はこんなもんまで売ってるのか。
どうすか一冊洋物っすよ。しかもモザイクなし。モザイクなし？そんなのどっから仕入れてんだよ。そりゃここは米軍の街っすからね。極秘ルートを使って入手するわけで。基地のガキに拾ってこさせてるんだな。黙ってろ。くぅ、黒塗りもしてねえのか。すげえな怪人さんはよ。ビニボンなんて目じゃねえっすよ。ビニボン、1970年代後半から80年代に流行した女性の際どい写真集のこと。ビニール袋に包まれて売られていたためビニボンと呼ばれていた。一冊3000円でどうすか。おいおい、結構ふっかけるじゃねえか。神保町のビニボンだって一冊1500、600円からっすよ。ああ、そりゃそうだにしても二人ともわけえな。こういうでっかい縁日じゃそれなりの経験やつてがねえと三寸出せねえんじゃねえのかい。三寸、三尺三寸の組み立て式の屋台のこと。軒先三寸借りて商売をするという点も由来という。こいつここの大家分の後継ぎなんすよ。だからこれも修行の一環ってことで。そりゃ大変だ。よく頑張ってるじゃねえかありがとうございます。敵屋ってのは何歳くらいからやれるもんなんだい。中学出たくらいか。いや、俺は今年からっすね。高校出てからです。親には高校行かずにヤシやれって脅されましたよ。そいつは厳しいな。今時高校くらいはな。でも俺の先輩がうちの親に掛け合ってくれてなんとか進学できたんすけどね。そしたら今度こっちの先輩が俺に悪い遊び教えまくって成績下がってやばかったんすよ。俺のせいかよ。あんたのせいだよ。坊はいるか。はい、なんすか。神社周りのお堀あるだろう。あそこで米兵が暴れてんだよ。暴れてる？最初は普通に露店見て回ってたらしいんだが、塾で水鉄砲のセット当てたからお堀の水で水鉄砲合戦始めやがって。酔ってんのかガンファイトだって言いながらあたり構わず打ち合ってんだ。軸、くじ引きのこと。おかげで客は逃げるし食い物のネタは台無しになるし。なあ、何してくれてんだよ。見回りの警察も相手が米兵だから見て見ぬふりなんだ。すぐ飽きるからほっとけなんて言ってよ。そんで親分さんのとこに行こうとしたら。親父はダメだ。今まんじゅう会の親分を接待してっから。頼むよ、なんとかならねえか。あんた後継ぎだろって言われても。しげ、このひょっとこ後で金払うから。え、先輩。そこの兄さん、その本全部やるから持ってっていいよ。しげは通報しといて。謎の男が米兵と揉めてるって。ちょ、待てよ先輩、あんた何する気。いってってって酔っ払ってても軍人だな。くっそ強えわ。顔腫れっかな。また忍ぶに怒られるなこりゃ。ん？ここか？の、やべ。待て待て、違う、殺じゃねえよ、俺だよ俺。あれ、あんたさっきの客だよ。兄ちゃん顔殴られてたろ、大丈夫か？なんだ見てたんすか。いや、でもいつもは俺もっと強いっすからね。お面が邪魔だっただけで。だろうな、いい動きしてた。兄ちゃんならアントニオ猪木にも勝てるんじゃねえか。どうせ勝つならババがいいっすね世界王者じゃねえか。大きく出やがったな。プロレスラーのジャイアントババは1978年開催の世界最強タッグ決定リーグ戦にてジャンボ鶴田とタッグを組み優勝。ほらよ、手ぬぐい濡らしてあるから顔に当てとけ。冷やした方がいいだろう。すんません、ありがとうございます。しかし兄ちゃんもよくやるな。さっきのボンはあの場をうまく収めなきゃ後継ぎとして面目が立たねえけど、米兵相手じゃ荷が重すぎる。だから兄ちゃんが顔隠して腕力で片付けたと。いい先輩じゃねえか。そんな大したもんじゃねっすよ。俺も米兵には気に食わねえとこいっぱいあるんで。米兵も本当はいいやつの方が多いんですけどね。だからうまくやれたら一番いいんだけど。そう言えるのは偉いな。いい男だよあんた。ほらよ。はい、なんすかこの金。本題だ、俺が全部買わせてもらったからよ。は、いや売ろうとしたわけじゃ。それに多すぎだって。
それには交通費も入ってっからな。交通費？おら、まんじゅう会幹部、大番構造、今川からなしは聞いてるよ。まんじゅう会幹部？じゃあ、あの時今川さんが言ってた俺らに会わせたい人ってのは？俺だ。待ってたのに全然来ちゃくれなかったな。うちに来る足代がなかったんだろな。来週あたりいつでもいい。お友達連れて遊びに来い。おら、お前が気に入った。待ってるぜ、伊佐治隆。いっぺん死ぬ？マジでほっとりごめんなさい。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボ別館、今川動画制作所のチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。